今日はね、ウクライナ戦争もなかなか終わりが見えないんで、大阪保健雑誌、8月、9月、今年のですね、に特集された戦争とプロパガンダ、偽りの戦争熱という特集をちょっとね、何回かに分けて読んでいこうかなと思ってます。結構ね、面白かった内容もね。で、先生方の、戦争体験とかも書いてあったんで、まあ今日はね、一応何回かに分けてなんで、今日は紹介というかね、戦争とプロパガンダの何は意見、紹介文ですよね。それを読んでいきたいと思います。戦争とプロパガンダ、戦争プロパガンダの10の法則というのがありまして、1番、我々は戦争を望んでいるわけではない。2番、相手だけが戦争の罪を犯している。3番、敵は本質的に悪であり、悪魔に等しい。4、我々は崇高な大義を守るのであって、自己の利益を守るのではない。5、敵は意図的な残虐行為を行い、我々の場合は不慮な事故である。6、敵は禁じられた兵器を使用している。7、我々の損失は小さく、敵の損失は甚大である。8、著名な芸術家や知識人が我々の大義を支持している。9、我々の大義は神聖なものである。10、我々の発表を疑う者は全て裏切り者である。これ、モレリアンヌっていう人が書いて、永田千奈さんが訳をしているね、10の法則ということです。で、これにね、の紹介というかね、その内容というか、戦争とプロパガンダの特集の内容なんですけども、世界には不安をあおり、人々を疑心暗鬼にさせる情報があふれています。その中でも戦争は政治的な解決の行き詰まりで起こる人為的な災害ですが、その地に住まう人々は誰もそのような事態を為政者に望んでいません。外交交渉で解決できずに戦争に至るのは政治の失敗であり、国が犯す究極の人権侵害です。為政者が政治の失敗に合格し、解決手段として戦争に踏み出そうとする場合、戦争が国民の要求であったという裏付けを得ようとします。戦争が起こるにはそれぞれの国の主張があり、そこに至るまでには国家間の確執があるはずです。しかし、戦争プロパガンダは自国の大義を善悪二元論で単純化し、国民の戦争熱を煽り、終わりの見えない増悪の嵐に国民を投げ込みます。私たちが戦争報道を見るときには、受け取っている情報が一方的なものではないか、その情報に嘘や誇張がないかを常に検証し、単純な善悪二元論の戦争プロパガンダに流されることがないようにしなければなりません。具体的なことはわからないが、スローガンに流され感情を動かされる人たちは統計的に国家の80%を占めると言われています。20世紀までは大手メディアがそのような人たちを扇動する広告塔でした。インターネットの発達で一人一人が情報発信できる手段を手に入れた21世紀、大手メディアの優位性は崩れ、SNS プラットフォームを管理することでさらに巧みに短時間で大衆扇動ができるようになりました。一例を挙げると、 SNS 投稿をきっかけに起こったアラブの春は大規模な中東地域での紛争となり、アラブの国々では多くの人々が特定の情報に扇動され、いくつもの国家体制が一変しました。しかし、その紛争が終結した後、アラブに夏はすぐに冬の時代が到来したことは先生方もご存知だと思います。ネットの発達で私たちが得ている情報は自らの意思選択、自由意思で選択しているかといえば、ひょっとしたら20世紀よりも巧妙に大衆扇動のツールとして利用されているのかもしれません。ダニング・クルーガー効果、エコーチェンバー効果な現象、フィルターバブルが情報操作のキーワードとなります。これらと AI を巧みに使えば、ネット上では簡単に人々の意見をまとめることができます。興味があれば、それらの言葉を検索してみてください。過去を振り返れば、日本は他国への侵略戦争から原爆被害、つまり戦争の始まりから終わりまで全てを経験した国です。だからこそ、平和は言葉で希求するものではなく、守っていかなくてはならないものです。戦争を起こさない抑止力は必要であり、現実的に政治力と抑止力の両輪で平和が維持されるということを理解しなければいけません。
戦争プロパガンダのような極端な意見は人々の注目を集めやすいし、それが一時的に戦争熱を煽ります。しかし戦争が起こってしまえば、その地に住まう多くの人々が不幸になります。今月号が平和を考えるきっかけになれば幸いです。ということで、号を紹介していきます。ね、じゃあ次回またお楽しみに。